は本家よりも半音キーを下げています。キーの変更は大変迷いましたが、年月を経てこの歌詞を歌うにあたり、より情感豊かに歌うことに重きを置いたため半音キーを下げることにしました。そしてイントロと最後のサビの前にコーラスワークを新しく作りました。このコーラスラインは全て私が歌いレコーディングをしました。ではコーラスワークの詳細を一本一本解剖して紹介していきます。この Never Forget という楽曲はモーニング娘さんの4枚目のシングルメモリー青春の光のカップリングに収録された曲であり、当時私はこの楽曲のメインパートを務めさせていただき芸能界を引退しました。歌詞の中にきっとまた会えるよね、今度出会う時は必然という歌詞があるのですが、先日同期のメンバーと必然的な再会を果たすことができました。感謝の気持ちを込めてこの曲を歌ってソロデビューのスタートを切りたいという思いを事務所に伝え、さまざまな方に協力していただいてセルフカバーが実現しました。卒業シーズン、学生の方々やいろいろな人たちにこの曲を歌ってもらえたら幸いです。